そう。な。これをあげたいな。どうもこんにちは。アザージャケットサイン会の方をやっていきたいと思います。14時15分まで買えますので、ぜひこれを見て買いたいなと思った人は、多分リンク貼ってますか、 X を見てぜひご購入ください。それでは、あ、そうだ、それでは行きたいと思います。1人目、黒白さん、10枚目シングルおめ選抜おめでとう。 MV300 万回再生と好調で、サラピもたくさんの人に見つかることを願っています。サインありがとう。次回もアザージャケットサインと期待していますということで、黒白さんありがとうございます。鍵開け、これサインと一言なし、あ、あ、そっかそっか、え、みんな一言なしってこと、あら、あ、らしいです。そう、なんか TikTok で STU の MV の聖地みたいな、もう聖地まとめみたいなやつが流れてきて、 STU が流れてきたと思ったら、投稿主が黒白さんでした。すごいですね、特定が早くて。ありがとうございます、黒白さん、ありがとう。続いてが、これ縦横、縦、いや横、横か、続いてしゅんさん、サラピア以前推しメンが休業していた際に励ましてくれたり、情報を教えてくれたりして勇気づけられたのが心に残っています。今も公園でレッスンをくれたり、お見送りで反応してくれたり、その存在はおたともではなく僕の中では優しいアイドルです。ありがとうね、サラピーということで、あら、シュンさんありがとうございます。そうですね、あの時しか来ないと私はてっきり思っていたら、その後も顔を見せてくれたりね、チキをゲットしてくれたり、俺をゲットしてくれたりと来てくれて、私をおた仲間だねとか言ってましたが、優しいアイドルだそうです。皆さん聞いてますか、優しいアイドルですって。この文章もう一回読もうかと思うぐらい、ありがとうございます、しゅんさん、しゅんてんてんてん、ありがとう、ありがとうございます。続いてみつるんさん、改めて選抜おめでとう。今回もアザージャケットをゲットできて嬉しいです。家宝にします。10枚目期間も楽しみましょう。お手柔らかに夜ですわらということで、ありがとうございます。みつるんさんもね、
昨日も会えましたね。そうですね、お手柔らかにいきたいと思います。まあたまに突っ込む時もありますが、ジュレさんの優しさは届いておりますので、お手柔らかにこれからも行かせていただきます。家宝にしますということで、家宝にしてください。みつるんさん、ありがとう。どうもどうも。続いてがカタカナの高のりさん。前にもコメントしましたが、桃鉄は札幌でのステージで踊るサラピを見てハートを奪われました。これからも応援していきます。頑張ってください。ラビューサラピということで、あら、ありがとうございます。そうですね、桃鉄北海道あの時行けてよかったです。じゃあ、ね、ありがとうございます。何の曲でなったのか、全体的になったのか分かりませんが、ありがとうございます。これからも応援していきますだって。ステージでハートを奪われる、それは一番良い。3月20日行きますね。あら、お待ちしてます。高典さん、ありがとう。また北海道にも行きたいですね。続いてがまさひろさん。全国ツアーの渋谷ではサラピを直接見えて楽しかったです。そして幕張でのリアルお話し会とツーショットもめっちゃ楽しかったです。ありがとう、ということで、まさひろさん、ありがとうございますね。現場にお顔を出してくれて、会える機会が増えている気がして、噂の池田初めて聞くんやけど、すごいじゃん。まさひろさん、ありがとうございます。これからもライブとかね、お話し会とかいろんなところで会いましょう。今日も会いありがとうございます。まさひろさん、ありがとう。暑いすごく乾燥している続いて浅香さん。安定の選抜入りおめでとう。これからも活躍の場が増えて、すべてしっかりこなしていくと思うけど、無理のしすぎには気をつけて頑張ってね、ということで、あら、私の心配までしてくれて、浅香さん、ありがとうございます。そうですね、忙しいのはいいことですが、体調良くないとね、何もできませんので、頑張りたいと、頑張りすぎないように頑張りたいと思います。私の心配までありがとうございます。浅香さん、浅香さん、ありがとう、ありがとうございます。健康をなくして何もできませんからね。宣伝タイム入ります。これは15分まで、もう15分過ぎてない、過ぎてない、あと5分ぐらい、あと4分だけ買えますのでもしまだ買ってないよって人がいれば、ぜひ。続いてがライトさん。3作連続の選抜入りおめでとう。サラピのクールそうに見えて、全部思いで熱いものを持っているところが大好きです。楽しい思い出たくさん作ろうね、ということで、あら、ライトさん、ありがとうございます。ね、ピリリにも来てくれたりと、片方のヨシさんがいなくなってからも私の方に来てくれてありがとうございます。まさかね、リンコの最後のあの瞬間にバレるとは本人も思っていなかったことでしょう。ライトさん、ありがとう、ありがとうございます。続いてが赤江サンタさん、2枚ありがとうございます。宛名が2種類ですね。こんにちは、こんにちは。10枚目シングル選抜、違うわ、発売と選抜おめでとう。これからも応援します、大好き、ということでありがとうございます。
つもありがとうございます。セリフセリフアイルさん、宛名が2種類ありますのでね、2種類いきます。あ、間違った。これは間違ったに入るわ。ミス。このメッセージがあるタイプはいいですね。その人のいつもはチェキ替えとか割と一方通行になりがちなので、カエルサンタさん2枚、ありがとう、ありがとうございます。続いて元横さん、福岡のお話し会行く予定なので今から楽しみですって。あら、元横さんありがとうございます。福岡でお会いしましょう。ね、来てくれるようになって嬉しいです。元横さん、あ、いた。元横浜市民、あ、そういうこと？その元横？あ、なるほどね。ありがとうございます。ありがとう。福岡で会いましょう。みのるんさん、あ、正式にみのるんになっている。サラピとのお話し会歴はまだまだ短いですが、楽しい時間を過ごさせてもらって感謝です。こちらこそ。遠征の頻度は少なくて申し訳ないです。そんなことないですよ。サラピリリご飯もタイミングが合えば行ってみたいなということで、ありがとうございます。そうですね、でももう結構来てくれていると私は思ってますよ。これからたくさん思い出を、良き思い出を作っていきましょう。ぜひね、ピリリにもいつか来れる時にください。みのるんさん、ありがとう、ありがとうございます。続いてが S 坊さん、を初サインです、ありがとう。近づきすぎず遠ざかりすぎずの距離感で見守らせていただこうと思ってます。なんでですか？この間の松山のサイドポニーがお強くて引き込まれそうでしたが耐えました。耐えなくていいですよ。とショールーム配信での何気ない仕草にも燃える時がありますが、これからもどうぞよろしくということで、あら、S坊さんありがとうございます。最近ね、ちょっとショールームコメントしてくれたりしているのは気づいていますよ。気づいてますが、近づきすぎず遠ざかりすぎず、まあ遠ざかりすぎずは確かにそうやけど、別に近づき、あ、確かにそれが一番いいかもしれないですね。もう少しよく知ってからやる。そうですね、確かに私もまだ全然知らないので S 坊さんを知っていきたいと思います。 S 坊さんありがとう、ありがとうございます。あ、15分経ったって。もうじゃあ買えなくなったかも。続いてピロシさん、サラピに出会えて初めて行く場所、初めて食べるもの、いろんな経験ができて本当に毎日が楽しいです。最近はお話し会でのサラピの言うことが面白くてよく笑ってる気がするし、いつも笑顔にさせてくれてありがとう。これからもよろしくね、大好きということで、ピロシさんありがとうございます。
確かになんかね、あんまり県外とかも出てなかったって言ってて、初の遠征だって言ってたのが最近のように思いますが、もう一回出たらね、いっぱい出て遠征してくれるようにもなって、真似したいもしてくれてありがとうございます。お話し会でも何気ない会話が増えた気がします。これからもよろしくお願いします。ひろしさんありがとう、ありがとうございます。続いてがひらがなの高典さん、いつもありがとうございますということで、シンプル高典さんありがとうございます。ひらがなの方の高典さんですね、ありがとうございます。そうですね、いつもありがとうございます。お話し会などもありがとうございます。ぜひこれからも楽しい思い出をたくさん作っていきましょう。高典さん、あ、いた、ひらがな高典、ありがとう、ありがとうございます。続いてが糸ちゃん、少しずつ一歩ずつではあるけど着実に前に進めていて嬉しく思います。まだまだいろいろと壁はたくさんあるけど、サラッピーならこれからもその壁を必ず乗り越えていけると信じています。魅力ではあるけど少しでも手助けになるように応援しておりますということで、真面目な文章ありがとうございますん、10枚目の会える機会もいろいろ楽しそうですね、ありがとうございます。まあ、関西でのね、何かしらのイベントとかが、まあ、ピリリを筆頭に増えてきたので、会える頻度も増えたのではないかなと思いますし、遠征もしてくれると嬉しいです。ありがとうございます。糸ちゃんありがとう。続いてがカズハルさん、サラピお疲れ様です。今が頑張りどころ、頑張っている人に頑張ればおかしなことだけど頑張ってしか言えないです。たくさん違った景色を見るために応援してます、頑張れということで、あら、ありがとうございます。カズハルさん、そうですね、確かにあの方は頑張ってとしか言えないんだよね。ありがとうございます。いつもお話し会とかでいい良き時間を過ごさせてもらってます。今回はお話し会のオンラインツーショットがないので、あの例のメガネが聞けない、見れないのがちょっと寂しく思いますがリアルでしましょう。カズハルさんありがとう、ありがとう続いてがヤジウマさん、2枚ありがとうございます。3作連続の選抜おめでとう。選抜であり続けているのはソラピの努力の結果だと思っています。いろんな SNS やスペーサポなど更新頻度が高くてファンのために頑張ってくれてありがとう。前回のコメントでも書いたけど、そんなファン思いのソラピが好きですということで、矢島さんご丁寧にありがとうございます。そうですね真似したいもしてくれて、お話し会もたくさん来てくれて、いつも何気ない会話で時間も過ぎていくぐらいの距離感というか関係性と言ったらあれですが、いい感じね、いいなと思っております。こちらこそいつもありがとうございます。ヤジウマさん2枚ありがとう。10枚目もこちらこそよろしくお願いします。続いてが細さん、
背景サラピコと吉田サラさんの大好きですまた素敵なジャケット写真、今回はレアな画角ですね。なんで分かっとるのえ、これ申し込むとき分かってないよね。サラ、ん？サインがもらえてとても嬉しいです。真似したいやシミカツに持って行って思い出たくさん作りますね、ありがとう、ということで、あ、ありがとうございます。あれかな、普通に申し込むときになっとった画像のあれだと思っとったんかな。そう、あれとはちょっと違うんですけど、でもこれもレアな画角、そして角度、向きのあれになってます。こちらこそありがとうございます。ぜひ持ってってください。細さんありがとう。続いてがチコちゃん、10枚目もこれからもずっとよろしくお願いします。0番好きだよって。0番チコちゃんありがとう。これはもう名前が書かれてなくてもチコちゃんの文章だとわかる。0番好きだよって、いつも、あ、ね、昨日も会えましたけど、いっぱい会いに来てくれてありがとうございます。一時期会えない期間が長かったから、またいっぱい会いに来てくれて嬉しいです。いっぱい思い出作ろうね、チコちゃんありがとう。続いてが青鬼くん、2枚ありがとうございます。いつもありがとうをシンプルに、青鬼くんありがとうございます。こちらこそいつも結構初期からずっとありがとうございますね。たくさん会える機会があると良いなと思っております。青鬼くん2枚ありがとう。続いて足立さん、あ、足立さんも2枚ありがとうございます。さらぴこんにちは、いつも公演や配信ラジオなどで楽しませてくれてありがとう。自分もさらぴに少しでも喜んでもらえるように応援できればと思っています。これからもよろしくお願いします。メッセージ読んでくれてありがとうございましたってことでありがとうございます。足立さんね、足立さんも少し前から来てくれるようになり、私は覚えてましたが、覚えてくれていることにびっくりだって、すごいびっくりしてましたけど、しっかり覚えております。最近はね、ライブとかもいっぱい来てくれて、しっかりいつも見つけております。でもなんかだんだんサラがレスしたやつを最初はね、あんまり気づいとるかなって感じだったけど、最近は気づいてくれてそうな反応をしてくれて、こちらも嬉しいです。2枚ありがとうございます。続いてが福本さん、サラピ様、いつも可愛く美しくとても癒されてます。また公演特会よろしくお願いしますということで福本さんありがとうございます。そうですね、サラピ様って言ってきたの何気に初めてかも。福本さん、なんか最近はちょっと福本さんは癖が強いんではないかと、最近リアルお話し会などを通して感じてきておりますが、どうでしょうか。まだまだ不思議なところがあるように私には見えておりますので、
これからも掘っていきたいと思います。熊本さん、ありがとう。続いて、おいでませ元気さん3作連続選抜、さがちゃん常連さんみたいだけど、天気は渋谷ノートにあったのかな。桃鉄ツアーで北海道、秋田、愛知も出演、花だれが初選抜で綺麗なパフォーマンス良きです。前から楽しい公演じゃないといけないって言ってる。そういつも言ってますね。毎回精一杯楽しい公演ありがとうということで、おいでませ元気さん、ありがとうございます。そうですね、これは私には伝わってますよ。楽しい公演でも来てくれているということは、楽しんでくれているということかなと感じれるので、わかりやすくて良いです。おいでませ元気さん、これからも楽しいパフォーマンスをお届けできるように頑張ります。おいでませ元気さん、ありがとう。続いてが安兵衛さん連続の選抜入りおめでとう。サイン会の時間はゴルフに行っているので、またかリアタイできないけど、サラピのことはちゃんと見ています。これからも応援しますということで、あら安兵衛さん、ありがとうございます。またゴルフですか。よくゴルフ行ってますね。やーす、そうですね、本当こうして少人数買ってもらえなかった側の人間が、私が買ってもらえる側の人間になり嬉しく思います。まあ打ち上げ祭のことは忘れませんが、安部さんありがとうございます。ありがとう。ゴルフ楽しんで。続いて中野さん、幕張でサラピからの励ましの言葉をもらえたので、いろいろ頑張ってみます。優しい言葉ありがとう。いろ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 頑張ってみます。そうですね、私はその詳しいいろいろが何かは知らないのだけど、頑張ってください、応援しています。昨日も会いましたし、昨日も本当にとてもラッキーボーイだったので、私からの頑張ってというメッセージだと思って頑張ってください。中野さんありがとう。いや、ゴッドハンドじゃないよ、本当に昨日はラッキーボーイだったんだよ。続いて下ペロ兄さん、メッセージなし、メッセージ書けよ下ペロ兄さん。下ペロ兄さんも大体誰かは想像つきますが、下ペロ兄さん、こんな名前にする前にメッセージを書きたまえ。下ペロ兄さんはまあ名前の通りの人ですね。まあでもきっと真面目なところもあるんだろうなと思ってますよ。思いが強すぎて逆にメッセージがなかった、それは言い訳だ。そして普通の名前でコメントしたらバレましたね。下ペロ兄さんありがとうございます。続いてが後藤あちさん、毎回アザージャケットサイン会を楽しみにしています。今回も届くのが楽しみですということで、後藤あちさんありがとうございます。もう書けます、見なくても書けるようになったと思いますが、ちゃんと見て書きます。後藤あちさん、そうですね、これも最近ね、オタク部屋を見れてないので、またオンラインの機会があればぜひ更新されたオタク部屋見せてください。楽しみにしております。後藤あちさんありがとう。続いて大輔さん、俺がサラピのことをあんまり好きじゃないと思ってるかもしれませんが、全くそんなことなく逆に好き度が増しています。そう思われないようにもっとお仕事頑張りますね。まずは白白のペンライトも一緒に振ることから始めます。そうですね、それはきっと
勇気がいることかもしれませんが昨日クッキーももらえたことですし、そうですね、まずは花だれ公園でもどこでもいいのでしろしろを振ることから始めていただければなと思います。大輔さんありがとう続いてがアバッタンさん、3作連続での選抜おめでとう、微力ながら応援させていただいています。特に公演でこれからもさらに望み高く頑張れということで、アバッタンさんありがとうございます、ね、公演に来てくれるのもとても嬉しいです。これからも公演なり何なりいろんなイベントでお会いできることを期待しております。アバッタンさんありがとう。続いて伝一さん、3作連続の選抜入りおめでとう。お話し会で初回から覚えてくれたところ、ステージから遠い席でも見つけてレッスンを送ってくれるところ、実は面白いところ、自分の信念を貫くところ大好きです、これからも応援しますということで、あら伝一さんありがとうございます。覚えてますよ、初回から覚えとったんか。でもはい、覚えております。私はそうね、少し前から来てくれるようになり、たくさん会いに来てくれていてすごく嬉しいです。10枚目や9枚目よりもたくさん会いに行きました。あら、それは期待大ですね。デイさんありがとうございます。いっぱい好きなところを言ってくれてありがとうございます。僕はもう応援たくさん作りましょう。ありがとう。続いてが花火師さん、君は何を後悔するのか、素晴らしい楽曲ですね、さらなる飛躍をということで、あ、曲についての感想をありがとうございます。頑張りたいと思います。花火師さんありがとう。続いてファンタスマゴリさん、ダーサラさんこんにちは、メッセージがないと悲しいと吉田さんがおっしゃっていたので書いてみました。選抜就任おめでとうございます。何これ、あ、 PS 10月の幕張で久々にお話しした際、会話に詰まりましたね。吉田さんってもしかしてお話し会が苦手ですかって、それはそちらも詰まったんじゃないですか私が詰まったというより、ちょっと私はあの黙られたら割と黙っちゃう時もあるタイプなので、そうかもしれないですね。あ、どうでしょう。サンキューベリーマッチです、来週のお話し会参加しますじゃあその時のお話し会でまた試すというか考えてみましょうか。どうなんでしょうね、お話し会が苦手だとは思ったことはないですけど、来週試してみましょうファンタスマグリーさんありがとう。続いてハギさん、いつもくだらない話を聞いてくれてありがとうございます。ラジオいつでも交代する準備できてます新しいエピソードできたのでまた聞いてねということで、あら、ハギさんありがとうございます、ね、もう毎回ほんとゴチャ出れるよってぐらい毎回のお話し会で面白いエピソードを持っていらっしゃって、しかも毎回不幸話で本当にラジオやった方がいいんじゃないかなと思います。この前のあの Google マップの話が私の中では今までの中でもトップでございますハギーさんありがとう、また聞かせてください、たまには幸せ話も続いて、
正田正幸さん、これからも応援していますということで、フルネーム正田正幸さん、ありがとうございます。入るかな、ワンちゃんニックネーム登録忘れた説もありますね。塩田正幸さん、塩田さん、塩田正幸さん、ありがとう。これからも応援してください。あ、まだ買えるようは嘘だ。ほい、続いて、ともゆきさん、選抜おめでとうございます。ありがとうございます。これからも STU にいなくてはならない存在として頑張りましょう。頑張ります。最近ライブやイベントご無沙汰していますが、サラピモチベは全く下がっておりませんので、次に会えるのを楽しみにしています、ということで、まあ昨日会いましたね。昨日会いましたし、そう、まあ会える頻度が減っていたとしても絶対的安心信頼がありますので、疑っていないので大丈夫です昨日会いましたしね。まあ多分これを書いた時は会ってなかったんだろうね、きっと。私は昨日会ったばっかりなのであれですが、これからも面白人としてよろしくお願いします。ともゆきさん、ありがとう。続いてだゆうさん、いつも何しこれ、例えば急になんか入ったんやけど、何、例えば福岡の辛くて美味しいお店を見つけた時、まずサラピのことを思い浮かびます。ストレートな物言いが心地よく、こっちも自然体でいいんだって気になります。時折見せる可愛らしいところが可愛いんです。こういうこと言ったことなかったけど、たまにはいいよねって、なんかメッセージっぽいっちゃメッセージっぽい。大丈夫さん、ありがとうございます。そんなでも1行目が例えばから始まったけど何かと思った。そうですね、それは確かに何かを見て思い浮かべる人はそれはもう確かに好きですね。ただ他の2人のことも思い浮かべてないならの話ですけど大丈夫さん、でもなんだかんだ愛は伝わっております。大丈夫さん、ありがとう。オロロロンさん、この間とても会いたかったのに実際見たらすごく、あ、この期間ね、この間とても会いたかったのに実際に見たらすごく良かった。実物の方がずっと可愛い。そしてステージも初めて見たんですが、やっぱりサラだけ見えた。よく行くことはできないけど、行ける時必ずまた見に行くよ、ということで、オロロロンさん、ありがとうございます。リリーベ、おとといじゃない、3日前、4日前くらいに会いましたね、ホロロロンさん。で、そう、最初ステージから見つけた時いると思ってびっくりしました。しっかりレスも送らせていただきましたよ。確かにそんなね、頻繁に会いに来ることは難しいかもしれないけど、会える時に会いに来てください。ホロロロンさん、ありがとう。続いてがミミンさん、カタカナミミンさん、サインありがとうございます。これからのさらなる活躍が楽しみです。いろいろな企画にも参加していくのでよろしくです。あ、イベントとかに参加してくれるってことですね。ミミンさん、ありがとうございます。ミミンさん、さらなる活躍ができるよう頑張ります。そしていろんなイベントにも来てくれるということで、たくさん会いましょう。ミンミンさん、いた、ありがとう。はい、続いてがりゅういちさん、いつもありがとう。リリーベで久々に話せて嬉しかった。来年は後悔しないようにたくさん会いに行ける年にしたいです。かっこガチ恋より、何言ってるんですか。あなたはガチ恋ではありませんよ。私は認めません。あなたがガチ恋だと言っても私は認めません。
そうですね、確かにリリーベで久々に会えましたが、レーンで並んでる途中に体調悪くなって一旦消えるのはやめてください。体調を整えてから会いに来てください。会える時に会いましょう。ルイチありがとう。続いてがナポさん、10枚目シングルおめでとうございます。普段からファンを楽しませようというサラピのスタイルで、いつの間にか自分の推しメンになっていました。わら自分もサラピが楽しめるような推し活をしていきたいと思います、ということで、ナポさんありがとうございます。ね、ナポさんも少し前から来てくれるようになり、少し前から来てくれるようになったとは思えないぐらいたくさんのオタ活をすでにしてくれていてありがとうございます。こちらもたまに紹介してくれるご飯とか面白くて見てます。間に合ったよってナポさんありがとう。これからもよろしくお願いします。ピースとかしたありがとう。続いて草間龍さん、海外出張途上で見れないかもです。あら、リアルツーショット写真会対応は気持ちよくお願いします。楽しみで行ってます。リリーベ尼崎は海外出張中で参加できませんがよろしくです、ということで、あら、そうなんですね、残念、それは残念ですね。また焼けて帰ってくるんですかね。海外出張頑張ってください。ありがとう。続いてがバオバブさん、多分仕事で見れないけどサインありがとう、大切にします。これからも応援するので深夜のラジオとか大変だけど体調に気をつけて頑張ってね、ということで、バブさん、バブさんありがとうございます。バブさんもたくさん会いに来てくれて嬉しいです。そうですね、ごちゃもごちゃの話もしてくれて聞いてくれている。ちょっとこの前のリリーベでも会いましたが、ココアさんとのレース、これからも頑張ります。あ、見れてよかった。お、よかった。バーバブさんありがとう。ちょっと暑すぎて死にそうめっちゃ暑い、本当に暑すぎて暑すぎて死にそうなんだけど、もうだってこれ絶対顔赤いもん。わかった、ここが直撃しとるけんだ。暑くて暑くてさ、一旦お茶でも飲む。めっちゃ熱くて熱くて乾燥するわ、これは熱い、本当にもうずっと思っとった赤いのこれ絶対激熱、めっちゃ熱い。それでは続いていきます。あ、多分ずっと喋ってるのもあるけんね。あ、と思った。続いてがよさなこさん、吉田さら様お疲れ様です。この度はたびたび、この度はたび重なるご無礼な行為につきまして深くお詫び申し上げます。本当に思ったか。信頼回復への道のりはとても長いかもしれませんが、サラピリリご飯やマネしたいなどを少しずつ増やしていければなと思います。これからもよろしくお願いいたします、ということでね、この文字数制限がある中頑張って多分反省文を考えたんでしょうね。そうですね、もう別に大丈夫です別に大丈夫なので、煽りスタイルだけはやめて楽しく平等に応援してくれればいいなと思います。私のことをとはもう言いません。平等に応援してくれればご十分です。あら、追加文が来ました。ありがとうございます。追加の人は最後にやらせていただきます。ゆさなこさんありがとうございます。
反省文もどうもありがとうございます。続いてお気持ちだけ受け取ります。続いて松ぼっくりさん、サラピと初めてお話ししました。あれですね、あのリリーベですね、一昨日その前ぐらいの3秒くらいしかないのに頭の良さを認識しました。あら、七並べ復帰します。オリコちゃんマスクマン松ぼっくり、はい覚えてますよ。名前見せてきてね、わかるって聞かれたから七並べって言ったんだよね。松ぼっくりさん覚えてますよ、ありがとうございます。松ぼっくり、そうですね、気が抜いた時でも私の応援をぜひしてください。オリコちゃんマスク、アンナちゃんね、そうです、ただの吉田にはなりましたが、これからも何かとよろしくお願いいたします。松ぼっくりさんありがとう。涼しくなった、嬉しい、すごいよ。この歌好き、よいしょ。続いてが MJ さん、出会ってもうすぐ迎える2年の記念日、記念日勝手に作らんで、まあいいけど、あの日あの時あの場所でね、なんか詩人が始まった、初の詩人かもしれん。出会ってもうすぐ迎える2年の記念日、あの日あの時あの場所で君に会えなかったら僕らはいつまでも見知らぬ2人のままだったのでしょうか。この世界で僕を一番知っているのはサラピーなのかもしれません。そんなわけないよ絶対。ピタクの名を胸に刻み、一心不乱に生きていくことを誓います。怖い怖い。何何何、ほらやっぱこういう気質、こういうところがあるから私はあの不思議な人だよって本人に言うけど、ちょっと本人は自覚がないのか、これがキャラなのか分かりませんが、歌詞ですかこれは。なんか2年の記念、これなんかの歌詞、新曲なんかの歌詞ですか、これは。本当にすごい詩人になった方がいいと思います。 MJ さんありがとう。もうすぐに迎える2年の記念日なんですね。2年の記念日、そうですか、ありがとうございます。続いてマジスカニャン、はなんだこの名前は。今日は土曜日、お互い深夜まで大変だけど、お互い深夜まで大変だけど、一回でも寝落ちしたら後悔すると思うので解禁目指して頑張ろうにゃ。全部正直、寝落ち仕掛けたことない？須田さんには言わんから教えて、わら。ないですよ。寝てませんから今まで一回も。知っているでしょう、知っているであろう、みんな知っているであろう、寝てませんよ。解禁聞いてくれてるんですかね。今日はイエローカードない、確かに。でもニャンって何、まあいいけど、まあいいけど、もう私は昨日も会いましたね、スケッチブックをスルーするということを学びましたので、スルーできるようになりました。マジスカさんありがとうございます。続いてやられたさん、急に寒くなってきたので体に気をつけてくださいねって、ありがとうございます。そうですね、お互い気をつけましょう。自分は別にいいですとかっていう声が今聞こえてきましたが、大丈夫じゃないのでね、自分は良くないですよ。そちらの健康もないとおたかつはできません。別に自分なんかいいですっていつも言うけど、良くないです。私が困ります。今日もお綺麗です。あら、ありがとうございます。昨日もね、ありがとうございました。包丁さばきまた見に来てください。やられてさんありがとう。続いてがアサチさん、これからもよろしく。バレンタインからサラピの生誕祭付近で会えますように。チャートリのリーダー3代目就任おめでとう。同じ3代目の沖さんと共通話題が増えますね。これからも健康に注意して頑張ろう。サラピが頑張っているの分かっているよ。いつまでも味方だよということで、あら、いいメッセージを。アサチさんありがとうございます。そうですね、沖さんとはまあ3代目関係なく仲良くさせていただいておりますが、確かに浅地さん的にはここがね、
どんな話題でも仲良くなればなるほど法理得ですもんね。あ、そうですか。ありがとう。続いてか、続いてか、ホタテサマーさん、やあ、また始まった、なんかやあやあ、サラピ様、メッセージで真面目なことは伝えたくないのであれですが、意外とサラピ様って値と近いものがあるのではないかと思い始め、嫌なんやけど、勝手に一緒にしないでください。これからもよろしくお願いします。ウヒウヒ。やっぱね、最後にこうやってふざけてしまうところがホタテサマーっていう人ですよね。ホタテサマーさん、ホタテサマー、勝手に私と近いものがあるとか言われて、あるのかないのかは分かりませんし、ちょっと否定できない自分、強く否定できない自分もいるのが悔しいですが、まあこれからもいい距離感でお待ちしてます。ありがとう。ペルサンズさん、あ、またまた、ありがとうございます。お疲れ様です。あ、すごいじゃん、なんか途中経過でお疲れ様ですと挟んできた。福岡でのツーショット楽しみにしています。ポーズはお任せで、わら。そうですね、ポーズね、いつもね、オンラインでも今まで困ってきた。完全お任せ、あ、どうしようかな、なんか変えようか。完全お任せスタイルなのでね、変える頑張ります。まあサンタなのでね、何かしらいけるんじゃないかなと思います。任せてください。福岡にも大阪にもいろいろと遠征してきてくださりまして感謝でございます。さっきと違う感じに何かしらをしときます。また2枚、ありがとう。福岡で会いましょう。ありがとう。続いてが恋してカープさん、改めて10枚目シングル発売と選抜おめでとう。そしてチャートリリーダー就任おめでとう。これからも応援してるけん頑張ってね。追記当日は見れないかもごめんなさいということで、全然ありがとうございます。恋してカープさん、ありがとうございます。応援しとるけん福岡みたい。恋して、いつもこちらこそ応援のほどありがとうございます。お仕事中ということで、お互い頑張りましょう。恋してカープさん、ありがとう。続いてがエリンちゃん、サラピア運命の推し02、同い年だし身長と血液型同じだよ。ちなみに私は20歳です。2ヶ月くらい同い年だけど、もうすぐサラピを実際に見る。初リアルお話し会ツーショットの時は一緒に21歳のポーズをしたい。いつも優しくしてくれてありがとう、好きだよということで、エリンちゃんありがとうございます。B 型身長が一緒らしい。会いに来てくれてね、ありがとうございます。推しが急に少なくなったかもしれないけど、片方のヨシの分も楽しませます。エリンちゃんありがとう。何ですか、何ですか、何もなかった。続いてセリアさん、10枚目選抜入りおめでとう。公演の他でもいろんな場面でサラピを
見かけるようになって嬉しいけど、なかなか会いに行けてないもどかしさはあります。じゃあ来てください。でも気持ちはオーディションの頃から変わっていないので、ここ重要、これからもよろしくねということで。そうですね、オーディションの時、オーディションはね、やっぱ一番最初のステージ、本当の一番最初の、まあもはや一般人、もはや一般人の私のうちわを作ってきてくれたんですからね。その頃と気持ちは変わってないということで、そうですね、確かに会える頻度は減ったかもしれませんが、これからもお待ちしています。愛は変わっていないということを信じてセリアさん、ありがとう。続いて元横さん、あ、またまた公園で会えることをいつも楽しみにしてますということで、元横さんまたまたありがとうございます。違うパターンも変えてきましたよね。元横浜なら、この前私が横浜に行ったインスタの投稿は懐かしかったですか？別にあの辺は懐かしくはないかな、わからないけど。元横さんありがとう、またまた。続いてがコウタさん、一押しです、妹とクラコンで好きになりましたって。あら、変わってる方ですね。コウタさんありがとうございます。一押しです、嬉しいですね、それは素直に。リモースとクラコンで好きになったということで、リモースとクラコンにも出ていてよかったと思いました。ありがとうございます。何事も頑張ってみるもんですね。コートさんありがとう。ちょっと行ってっか。あ、ミノルさんまたまたありがとうございます。ペサポへの投稿を毎回楽しみに見させてもらっています。関東のカフェも紹介してもらっているので真似して頑張ります。チャートリでまた関東に来てくれると嬉しいなってね。チャートリ関東あんまり、まあ関東自体ユニットであんまり行けることはないですが、チャートリはトリップなので、その言葉覚えておきます。いつか実行できるよう頑張ります。みのよんさんありがとう。ありがとう。続いてがマモルンさん、リーダー就任おめでとう。これでますます応援に出る回数が増えてくれたら嬉しいな。少しずつ好きが積み重なって今ではとても大好きです。これからも応援します。11月8日の今日、公演で細くなったように見えました。どういうこと？11月8日ってなんだ、何の公演だ、チャートリかな。ますます綺麗になって何よりです。マモルンさんありがとうございます。そうですね、一昨日じゃない、あのリリーベでもお会いしまして、キャラにない、なんかその見た目とのギャップがある感じに見えますね。いつもリアルの方がテンション高い感じですよね、マモルンさんは。ファンを見つける特殊能力にいつも驚いています。後ろの席でも安心して応援できる。いや、もうそれはね、何よりあの日に感じたことでしょう。あの日に言わないでおきますがそれではどうもありがとうございました。続いて栃木のスーさん、選抜入りおめでとう。またいろんなメディアでサラピちゃんを見れることが嬉しい。これからも変わらない愛情を込めて一番に応援しますということで、みんなに書いてないですか、ありがとうございます。栃木のスーさん、栃木の、そうですね、こちらももうこちらも疑うのは楽しくないので、これからは素直にくれた言葉を素直に全て受け止めますので、嘘はつかないようにしてください。言った言葉は全て素直に受け取られるということを把握した上でよろしくお願いします。福岡にも会いに行こうかと思ってます。待ってます。栃木のスーさんありがとう。
言ってるか。めっちゃきのこさん、今日もかわいい、体調に気をつけて、これからもワクワクドキドキさせてください、これからもよろしくね、ありがとうということで、昨日も会いましたね。昨日は本当に私に感謝だったんじゃないですか。最後まさか回答が変わるとは私も思っていませんでしたが、よいしょ、これからもワクワクドキドキ、そしてたくさん会いに来てください。それからもたくさん、なんか変な音する、たくさん楽しいお前で作りましょう。めっちゃきのこさんありがとう。続いてゴー、竹まつるさん、あーこれはイエローカードではないんか竹まつるさん2枚ありがとうございます。2枚、確かに2枚買ってくれてるからな、仕方ない。竹まつるさん、竹まつる大好きさん、サラピーのことを知れば知るほど魅力的だなって思ってます、にっこり。お話し会も楽しいし、これからもよろしくということで、竹まつるさんありがとうございます。竹まつるさんもね、少し前から来てくれるようになり、今では常連なのではないですか。期待もたくさんしてくれて、イエローだよこれは、竹まつる大好き、入るかな、そんな、これからもたくさん会えることをお待ちしてます。まあ、前回ボウリングでね会えなかったんで、今回は私の方に来てもいいですよ竹まつるさんありがとう。はい、続いてがウェーマンさん、ごきげんよう。サラピ好きか嫌いかと聞かれたら嫌いじゃないよ、でも2期生を押すと 100% みんな卒業するんよ。みほりん、アンピー、リンコ、他のメンバー知らんし、どういうことや。サラピに覚悟があるならお付き合いさせてくださいな。どういうこと、自分が押したら卒業するジンクスがあるから押せないってことでしょ。この前も言ってましたね。そんなことは押してみないとわからないね。え、まあまあまあ、そうですね、私に覚悟があるのでこれからよろしくお願いします。この前ね、お話し会も来てくれましたが、こんなことを言っていては始まらない、押し始めるのに早いことはいいことなのでね。じゃあこれからよろしくお願いします。ウェーマンさんありがとう。覚えてますか。続いてが、あら、釣り吉2443さん、選抜おめでとうございます。後輩がたくさん増えたので素敵な背中を見せてあげてくださいということで、あら、釣り吉さんお久しぶりじゃないですか。釣り吉さん久々ではないですか。釣り吉2443さんありがとうございます。そうですね、確かに気づいたら後輩がもう20人ぐらいいるので、素敵な背中を見せていけるよう頑張ります。歴史244さんありがとう、また会いに来てね。ちょっとここの毛が気になる。今日は月日。続いてがヤジウマさん2枚、ありがとうございます。サラピ好き度がずっと増し続けているんですが、気づいていたりしますか、わらうん、気づいているかな、どうだろうな。お話し会リアルもオンラインもどちらも楽しいです。こちらこそ、今回のシングルも解禁賞を目指しますね。これからも悔いのないように、行ける現場には全て行くので、行く精神で応援するねということで、ありがとうございます。ヤジウマさん、そうですね、好きが増し続けている、でも
あまりそんな素振りはないかもしれないなんか話してる内容的にさ、もうラフな感じでめちゃめちゃいつも喋っているので、そんな感じはまあしてはいないですけど、言葉より行動派の方なのかなというのはすごく感じております。それは感じてますよ。それで言うと感じているかもしれません。そうですね、たくさん来てくれて皆勤賞を目指してくれるなら素晴らしい、来れる範囲でお待ちしております。やじうまさん、またまたありがとう。続いてがまるひろさん。最近ますます活躍の場が増えてきてとても楽しみです。これからもよろしくねということで、まるひろさんありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。これからも活躍できるよう頑張りたいと思います。マリヒロさん、いた、ありがとう。続いてかルシエルさん、あら、選抜入りおめでとうございます。これからも素敵な推しメンでいてください。あら、推しメンだったんですか。切実。仕事でリアタイできないかもだけど音声だけは聞けるようにしますということで、ルシエルさん聞いていますか。お仕事サボってもしかしたら聞いているルシエルさん、聞いていますか。ちょっと推し面でいてくれているみたいで嬉しいですね。これからも推し面で、そして時には会いに来てください。ルシエルありがとう。続いてが丸友ちゃん。あら、メッセージない。丸友ちゃん、丸友ちゃん、丸友ちゃん、メッセージは入ってませんがありがとうございます。丸友ちゃんもいつも応援ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。まるともちゃん、はい、ありがとう。はい、続いてが青鬼くん。あら、青鬼くん、また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 ゲットしてくれてありがとうございます。またお話し会もよろしく。汗、なんでにっこりに汗がついてる。青鬼くん、青鬼くん、ありがとう。それこそ、よろしく。続いてが、フックポンさん。これ英語でいいんかな？フックポンさん。フックポンさん、英語で書かれてますね。今年もありがとうございました。来年もよろしくです。まだ早いかな？早いですね。やっぱちょっと不思議ですね。フックポンさん、ありがとう。英語でいいんですか？ローマ字。そうですね、今年もありがとうはもうちょっとまだ早いかもしれない、うん、英語で書いちゃう、ここに書いてあるから。じゃあ英語で書きます。英語の方がおしゃれではある。フックポンさん、ありがとう。まだ今年はありますのでまた会いましょう。ありがとう。続いてか、おとさん、いつも応援いつもありがとう、応援してるよ、大好きですということで、おとさんありがとうございます。
と昨日も会えましたし、リリーベでも会えましたし、まとめ出しにいなかったのはちょっと悲しかったですけど、でもこの前は仕方ないのでね、今後お待ちしてます。リリリごちそうさま。あ、そうだ、本当リベンジできてよかった、ほんとありがとう。続いて中野さん、あら、またまた、ごちゃ辛くないですか？睡眠不足は美容の敵なのに、サラピの美しさは日々更新、これからも可愛く美しい姿をたくさん見せてくださいということで、そうですね、辛くないと言ったら嘘にはなりますが、残り半年ぐらい頑張ります。ご心配いただきありがとうございます。中野さん、ありがとう。健康第一、お互い健康第一でいきましょう。続いて、あ、ゆうちゃん2枚ありがとうございます。アザージャケットサイン会おめでとう、遠くから応援してます。そうですね、そうだそうだ、ショールームは見れているのかな、わからないけど、会えない期間があったらまた会えた時にいつもとは違う何かがあると思うので、その時を待ちましょう。しております。ゆうちゃん、あ、いた、ありがとう、頑張ってね、応援しております、ありがとう。続いてが後藤あちさん、あ、なんか書いてある。オタク部屋に飾れていないサラピグッズが多くなってきたので、アザージャケットが届いたら一緒に飾ろうと思ってます。オタ部屋を整理しないといけないんですね。ありがとう。あ、パネルが届いたらオタク部屋を更新します。あ、いいですね、ありがとうございます、ありがとう。はい、続いてがポンポンポンタさん、 またなんか詩人が始まった。ある日のことです。私は暗い暗い森の中を出口もわからず長い間さまよい続けていました。するとそこへサラという絶世の美女が突如現れ、私の手を取り出口へと案内してくれたのです。私はサラに感謝し、その森へは二度と近づかないと誓ったのであった。ってもうその森が誰のことか分かるし、サラはもうその森が誰のことか分かる、ウケるんだけど、そうだったんですね。なんかただの好きの裏返しで戦っているのかと思っていましたが、そんな暗い森だったんですね、あの子は。よかったです、出口へ案内できたのであればそれはそれはよかったですボンボンボンタ、最近ちょっとご無沙汰な気がするのでまた会いましょうね。ボンボンボンタ、ありがとう。以上です。続いてがスケさん、3作連続シングル選抜入りおめでとう。この期間 STU に欠かせない存在に少しずつ近づいていると感じてる。時々メールで伝えてくれる思いや目標、いつか公の場で発信できる日が来るのを楽しみにしています。体調に気をつけて頑張ってねということで、そうですね、私はもう一生そんなあれですよ、
メールだから言っています。もうこれは何だろう、今だからというのは関係ないかもしれません。そういうのはあんまりちょっと言わない派の人間なので、メールだから言えていることがいっぱいあるかもしれません。2枚目のプリントクッキーがもらえたのでどちらか食べようと思いますって。食べなくていいと思うけどな。続いて、柴犬さん、10枚目シングルの発売選抜入りおめでとうございます。最近愛が足りないと言われがちですか、言ったっけ、どんなに時が過ぎどんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。はい、おもこいですね。これは違う空を見上げていたって忘れないよ。優しく微笑む大切な君と約束したいんだ。また会いに行くよ、また来週ということで、これはおもこいはすぐに分かりましたね。でも最後だけ違うね、忘れはしないじゃなくてまた会いに行くよということで、柴犬さんありがとうございます。はい、確かに愛が足りないは確かにちょっとあるかもしれないですね。でもまあそんなことないと信じてお待ちしております。千葉県さんありがとう。はい、続いてがミミさん、忙しい日々が続いていますが体調に気をつけてこれからも活動してください。センスがいいところが大好きです。これからも応援してますということで、ありがとうございます。ミミさんまた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 ありがとうございます。ミミさんありがとう。マカリツーショットゲットできました。会いましょういろんなところで、ありがとう。一定が吉田健一さんラブということで、シンプルに吉田健一さんありがとうございます。ラブを返します。これからもさあ会いましょう。吉田健一さんありがとう。いた、ありがとう。続いてがライディーンさん、サラピ様今日も綺麗ですねということで、その時ね、これを打つ時どんな気持ちで打ったんでしょう。今日の私を想像して打ったんですかね。ライディーンさんありがとうございます。昨日もお会いでき、そして食べれてよかったです。ライディーンさんありがとう、また会いに来てね。続いてタキオさん、あら3回目のジャケササイン会おめでとう。今年はレギュラーラジオ、インスタの中のチャートリーダーと、STU 内での存在感が確実に増していますね。勝負の年まだまだ期待しています。サラピ大好きやでということで、竹雄さんありがとうございます。ね、なんか何かしらの都合でおたかとちょっと離れないといけないみたいな言ってましたが、サインをゲットしてくれたみたいでありがとうございます。竹雄さんありがとう、またたくさん会いに来てください。続いてが天一さん、またまた、花垂公園でサラピを見つけてからお話し会を重ねているうちに魅力にハマりました。可愛くて綺麗で最高なところも含めて大好きですということで、天一さんありがとうございます。メッセージ、花垂公園で見つけてくれてありがとうございます。花でも書いておきましょう。おい、天一さんこれからもよろしくお願いします。ありがとう、またまた。続いて花火師さん、またまた、改めて選抜おめでとう。でももっともっと上に行ってほしい。サラちゃんのできる応援していますということで、ありがとうございます花火師さん、またまた。
ですか。頑張ります。そうなれるよ、頑張らせていただきます。花火さん、ありがとう。続いてクラフトワークさん、なんか来た。ヨーサラバンダ、いい伝えてるかい。息をする心のアザアザージャケットサイン会であなたに詩人と言われバカにされたことがとても悔しかったものです。リベンジに来ました。もうバカにはさせません。PS、ケンジさんにもっと優しくしてあげてください。これ絶対本人やろ。違う、逆に本人じゃない。詩人だと言われバカにはしてないですよ。別に詩人だって言って褒めたんですよ。それはバカにしたと捉えたことがネガティブ。違いますよって言ったら、やっぱそこはバカにされて悔しかったって言いつつまた詩人を書いてくるということをしない。普通の文章に戻っているじゃないですか。よくわかりませんけど、優しくできるかはわかりません。変な人には優しくできません。クラフトワークさん、ありがとうございます。次回は詩人を楽しみにしています。続いて正田正幸さん、これからも頑張ってくださいってこと。あら、正田正幸さん、またまたありがとうございます。ちょっと本名だとねわからないんだけど、またまたありがとう、頑張ります。さだまさゆきさん、ありがとう。はい、続いてがタイタンさん。さらぴこんにちは、選抜おめでとう。美人なサラピがまたテレビに出演するのが待ち遠しいです。私はご用心フロント夢見てたんだけど、サラピは体を大事にして2人の分まで頑張ってね。 PS 妻の機嫌を取っとかないとなので公演参加難しくなりました。泣きということで、あら、それは大事ですね。確かにそれは大事。妻を大事にしてください。ダイタンさん、頑張ります。2人って誰だ。よしと、もう一人は誰か分からんけど、頑張りたいと思います。たまには妻の機嫌を取って許しをもらって公園にも会いに来てください。タイタン、ありがとう。続いてモン吉さん、メッセージはございませんが、モン吉さん、ありがとうございます。モン吉さん、いますか。モン吉さん、モン吉さん、あ、編集期限切れてた。選抜おめでとう、これからもよろしくお願いしますということで、モン吉さん、ありがとう、よろしく。はい、スマイルさん、今年もありがとう。早いな。サラピリリご飯だったり、シャメ会やフェスなど会える機会が増えて嬉しかったな。自慢の推しだよ。来年はさらに上を目指していこう。これからもよろしくね、ということで、スマイルさん、ありがとうございます。今年もありがとう。まあ確かにちょっとまだ早いけど、今年もありがとうございました。確かにツーショットなどね、会えましたね。確かにピリリもね、またぜひ来てください。これからもたくさん会いに来てね、スマイルさん、ありがとう。続いて和彦さん、お疲れ様です。ありがとうございます。今シングルもお世話になります。ぜひ甘い言葉をいただけたら嬉しいです。サラピの笑顔がたくさん見たいです、ということで、和彦さん、ありがとうございます。甘い言葉などはちょっとございません。ありませんがタオルは吉田皿を巻いてください。よろしくお願いします。まずはそこからですね。今日リアタイで見れてよかった。確かに
よかったです。それはサラピネ笑顔がたくさんみたいです。でも結構ね、和彦さんと話しているときはいろんな意味で笑っている気がしますが、これからもお待ちしてます。和彦さんありがとう。続いてが友幸さん、あらメッセージ入れたんですね。ピリリご飯ごちそうさまでした。今日の料理もピリリとして美味しかったです。また来月も楽しみにしています。試食の抽選に当たるつもりで書いてますということ。確かに昨日当たってないよ。昨日当たってないですからね。昨日当たってないよ。騙されるとかやった。昨日は当たってません。確かに昨日メッセージ書いたかと思ったけど当たるつもりで書いたんですね。残念でした。2ヶ月に1回に当たる、2回に1回か、2回に1回当たるジンクスはなくなったみたいです。でもまた次2回連続当たればそのジンクスにもなるのでね。またピリリもお待ちしてます。ともゆきさんありがとう。続いてゆうやさん、コンサートや公演でサラピを目にするたびに世界一スタイル綺麗だなと見入られています。あら、配信でのサラピとファンの方の掛け合いも面白くていつも癒されています。あれに癒されるなんて素晴らしいですね。サイン会は仕事で見れないので陰ながら応援したいと思います、ということでゆうやさんありがとうございます。そんな配信での私とファンの掛け合いで癒されるなんてちょっと変わっているかもしれないです。でもそう思ってくれることはありがたいですね。ゆうやさんありがとうございます。ゆうやさんありがとう。続いてチャチャさん、サラピこんにちは。いつも可愛いサラピが大好きだよ。これからもチャチャポーズいっぱいしてね。ダサダサポーズでもいいからやってね。わら、これからもサラピを見ています、ということで、チャチャさんありがとうございます。そうですね、大好きだよって何なの。大好きだよ、ありがとうございます。じゃあチャチャは面白くて私も大好きではないけど面白いなって思ってます。でもいっぱい推しメンがいると思うんでね、私がどれぐらいの推しメンかを今度教えてください。ダサダサポーズも気が向いたりします。チャチャここにいますありがとうチャチャありがとう。続いてウドムさん、あら初アザーシャ系ジャーケットサイン会です。応援ね、なんかめっちゃごじってるよ。応援しまし…ん？アナザージャケットサインです。応援しまってます、ありがとうございます。うどんさん、そうですね、応援してくれていて嬉しいです。これからも2期の高身長2人よろしくお願いします。うどんさん、すまないです、全然読めるんで大丈夫です。うどんさんありがとう。よいしょ、続いてがナポさん、まだサラピ活動して日が浅いけど今年はたくさん白白のペンライトを振ってステージを楽しんでいます。活躍の場が増えてタイトな時もあるけど、うまくカフェ活してリフレッシュしてね。自分も真似したい、たくさん発信するよ。当日は仕事で配信見れませんが届くの待っている、ということで、ナポさんまたまたありがとうございます。そうですね、もう本当にたくさん白白で来てくれるようになって嬉しく思います。あの子にも言っておきました来てくれるようになったよという報告をしておきました。お仕事中ということで、これは後で見るかな。頑張ってください。真似したいもいつもありがとう。あ、見れちゃいました、あらあら、ナポさんありがとう。続いてが奥行さん、今回も選抜入りおめでとう。今回の衣装すごく似合っていてドタイプです。ラジオのライブのほか、ラジオやピリリなどを活躍しているサラピに夢中で他に何も見えません。わら、本当ですかね。今日は仕事で多分見れないけど届くのも楽しみにしているよ、ということで、奥行さんありがとうございます。奥行、他に見えてないらしいです。そうでしたか、
そうですよね、楽しいですもんね、今は特に。そうですよね、衣装、確かに今回はね、衣装も可愛いですし、たくさん見てください。奥行きさん、ありがとう。続いてがケイさん、英語のケイさんですね。さあ、ラーピに出会ってまだ1年経っていないのに、めっちゃ濃く楽しい時間を過ごせていて幸せです。これからもよろしくねということで、確かに1年経ってないけど、そうね、いっぱい来てくれて、お話し会とかにも来てくれて嬉しく思います。これからはさら、千穂さんと私、千穂さらの応援もよろしくお願いします。ケイさん、ありがとう。続いて、いとちゃん、またまた。もうサラピは ST にとって必要な存在だと思うし、自分にとっては欠かすことのできない存在です。サラピならきっとあの場所を目指せる。これからもあの場所に立つサラピの姿を夢見て、すべてを出し切る気持ちで応援していきますということで、あら、ありがとうございます。さっきは微力ながらって言っとったけど、すべてを出し切る気持ちで応援してくれるということで、ありがとうございます。いとちゃん、ありがとう。楽しみにしています。いとちゃん、ありがとう。続いて、みやさん、また始まったよ。前回、好きだみやでイエローカードをもらってしまったことを反省し、今回は言われた通りにただのみやで申し込んだ素直なオタクです。ハート、10枚目シングル選抜おめでとうということで、昨日のね、なんだっけ、スケッチブックにも書いてましたね。アピールがすごい。みやさん、みや、ただのみや、どうせならただのみやにすればよかったのに。みやじゃなくてさ、ただのみやっていう名前にすればよかったのに。次回そうしてください。ただのみやさん、ありがとう。はい、続いて、やられたさん僕の体は丈夫なので壊れないんですよって。え、これなんか、あ、でもこれあれよね、すごいじゃん、サラが。え、これ元々のやつ。え、すごいね、サラが言うこと、すごっ、サラが言う言葉を分かったかのように書いてきたんですね。すごいじゃないですか。先ほどのメッセージに対してコメントが予想以上の優しいお言葉で涙しましたって。絶対嘘だ、泣かないでしょ絶対。やられてさん、じゃあこれからも健康第一でいきましょう。ありがとう。で、ここからが追加で30分のうちに買ってくれた人ですね。ありがとうございます。ゆうちゃん2枚、あら、ありがとうございます。またまた福岡の直接お話し会は行きますって。お、来れるんですね福岡は。どうしようかな、ちょっと違う感じで書こう。ありがとうございます。それは楽しみですね。いろいろまたそちらでのお話を聞かせてください。ゆうちゃん、たくさんありがとう。福岡で会おうね、ありがとう。続いてが小西周平さん。ゴチャと夏ライブ毎回楽しみにしています。他の界隈から STU にファンを呼ぶ大切なお仕事だと思っているので頑張ってね。インスタのファッションとカフェ活もたくさんの女性を引っ張ってこれるよう期待しています。これからもよろしくお願いしますということで、
あら、ありがとうございます。あのノイミー様の送ってくれた小西さんですかね。小西周平さん、ありがとうございます。そうですね、いろんな界隈からファンになってもらえるよう努めてまいりたいと思います。小西周平さん、ありがとう。続いてまたまた竹まつるさん、ボーダーめっちゃ可愛いですね。歯を見せた笑顔好きです。よく言ってますね。でもこれはあんま笑わない感じだったんでね。竹まつるさん、松井さんのこれからの応援にこちらも期待しております。イエローカード反省しましたって受ける。竹松井ありがとう。確かに大好きがなくなった。続いてがゆうきこいとうさん、サラピ様こんにちは。改めて選抜入りおめでとうございます。10枚目期間でも愛を伝えていければと思っているので、これからもお手柔らかにね、よろしくお願いしますということで。いやでもね、本当ゆうきこいとうさんはだんだんというか、最初に比べて 1,2 年前に比べて愛が伝わっておりますよ。背景に私が追加をされたところから感じております。そういう小さなことから感じております。ゆうきこいとう、ゆうきさんありがとう。続いてがにゃんこそばさん、盛岡行ったら使えます。盛岡行くんかな。どういうこと。盛岡福岡ってこと。違うか、絶対盛岡は盛岡だよね。盛岡冷麺の盛岡、盛岡に、まあ、なんかあるんでしょうね。盛岡に行って使ってください。盛岡ににゃんこそばさん、ちょっと理解できてなかったらすいません。にゃんこそばさんありがとう。続いてがやじうまさん、お当日おい CD しました。昨日のピリリありがとうございました。昨日はなんか弾いてもらえる気がしてたんですよ。わら、10枚目シングルのお話し会も解禁目指すのでよろしくということで、やじうまさんありがとうございます。あら、そうですね、追加でゲットしてくれて。違う感じで書いておきます。そうね、昨日のピリリ弾いてもらえる気がしてたんですか。でも愛が伝わったんだと思います、きっと。席はあの場所でしたが、でもね、来てくれてありがとうございました。やじうまさん、めっちゃ美味しかったって。お、それは良かったです。解禁期待しています。やじうまさんありがとう。続いてパフィンさん、選抜おめでとう、ありがとうございます。9枚目の期間でいろいろありまして、不思議とサラピーいいなと思うようになりました。不思議とは余計ですね。48が好きなのが伝わってくるところ、自分も48が好きなので共感します。最近はサラピー優しいなとも思ってます。かっこ意外と。10枚目もよろしくねということで、パフィンさんありがとうございます。そうですね、パフィンはおもろいと私は思っているので、まあ私からちょっと仕掛けたみたいなところあるんじゃないですか。でもすごい、まあ意外といい人そうなところも私には伝わってますよ。意外と。そうですね、これから
もっともっといいなと思ってもらえるように仕掛けていきたいと思います。パフィンありがとう。続いてマー君応援してるよということで、あらご無沙汰じゃないですか、ご無沙汰じゃないですか、応援してくれているんですね、まだありがとうございます。ご無沙汰、また来れる時に会いに来てください。マー君ありがとう。続いてが日向さん、前作に続き選抜入りおめでとうございます。ありがとうございます。また公演などにも見に行きたいと思っています。体調に気をつけてこれからも頑張ってください、応援していますということで、日向さんありがとうございます。そうですね、公演とかにも来てくれて、ピリリンもね来てくれて、それからまた何かと会いに来てくれたら嬉しいです。日向さんありがとう。続いてりょうちゃん、夏のコンサートに行ってからファンになりました。お素晴らしい、人生で初めてのコンサートでした。素晴らしい、これからも押し続けますということで、素晴らしい、りょうちゃんありがとうございます。夏のコンサート行ってからファンになってくれた、それは嬉しいですね。これからもぜひたくさんライブとかいろいろ会いに来てくれたら嬉しいです。押し続けますって言ってくれてますからね、ありがとうございます。りょうちゃんありがとう。続いてが、ちゅうちゅうさん、10枚目もおめでとうございます。配信ステージの姿を眺めて楽しませてもらっています。リコチの初選抜やアンピーの卒業で涙するサラさんはやっぱり正直で可愛いと思いました。少しずつ応援させてくださいということで、ちゅうちゅうさんありがとうございます。まああのしみさらとの隣の時のお話し会が一番割と印象的ではありますね。でも会いに来てくれて、なんか便利そうなうちわも持っていらっしゃってとてもあれは最初見た時はびっくりしましたが、頭いいなと思いました。ちゅうちゅうさんありがとう。続いて TK さん、買うの忘れてたな。いつも楽しくピリリとしお話し会をありがとう、今回もたくさん話しましょうということで、 TK ありがとう。この前のリリーベもありがとうございました。そうですね、なんだっけ、今度の天ヶ崎も含め今シングルでもたくさん話せる機会がありそうですね。お菓子作りも楽しみにしておきます福岡もね、そうね、いけ、ありがとう。そして、セイガさん、あら、いつもお世話になっております。本当おこがましいのですが、僕とさんのキューピッド役になってくださっていることが非常に嬉しいです。なってないですけどね。またアドバイスをしていただければなと思っております。これからもご迷惑をおかけしますが、何卒よろしく頼します。そうですね。まあそうですね、こうやってゲットしてくれて頼まれたら、まあ仕方ないですね。どれだけお力添えできるかは、まあ正直ね、それはね、結局本人の頑張り次第ですか分かりませんが、私もミニ吉さんと共に頑張っていきたいと思いますので、いろいろと頑張ってください。セイガありがとう。そしてラストですね、まさひろさん、いつも楽しませてくれてありがとうということで、まさひろさんまたまたありがとうございます。まさひろさん、こちらこそありがとうございます。また 何かとイベントで
会いましょう、マサヒロさん。めっちゃいいので追加購入しましたということで、マサヒロさんありがとう。ということで、これにてアザージャケットサイン会終了となります。皆様たくさんご購入いただきありがとうございました。たくさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。よいしょ。届くのはいつ頃ですかね、ちょっとわかりませんわかりませんが、届いたら CD に入れてね、いい感じに飾りでもしてください。それではランキングを読みたいと思います。ギフトも皆様ありがとうございます。13位タイタンさん、12位中野さん、11位ともゆきさん、10位 MJ さん、9位細さん、8位ピロシさん、7位足立さん、6位ナポさん、5位やられたさん、4位ゆうちゃん、3位やじうまさん、2位赤色さんとさん、1位とちゃん、ありがとうございました。ということでアザージャケットサイン会これにて終了となります。ゲットしてくれた皆様ありがとうございました。届くのをお楽しみに、ということで終わります。それではどうもありがとうございました。バイバーイ。